次。よし。一つだけ猛虎に感謝してる。さあどうぞ見ていってくださいよ。さあどうぞ。ではまたいつでも。高い。巴の消息は？日吉の湯の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴の仕業だと？適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた平日ですね。巴は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。いかにして敵を見つけるのです？己を巴と思え。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く？浜への道は数人で足ります。さよう。宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう。もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。村の南の道は上り坂。弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。巴には他に何を？余さず教えた。長尾家を去った言われさえも伝えてやったぞ。温泉に浸かるため身を引いたのだとな。なれど弟子は取った。しばらく後にな。何故です？弓を置くことはわしにとって死と同義。まだ死ぬつもりはない。指南役を捨てたことに後悔は？弓の腕を鍛えるほど己も鍛えられ、腕
武士の本懐とは己に勝つことのみ。後悔などないぞ。そろそろだ、用心しろ。撃ってこい。進むぞ。罪なき者まで殺めて、巴は島民としての誇りまで捨てたのか。蒙古があやつに約束したのは権力、島民、地位、ここでは得られぬものだ。己の執事を疎んじておったということか。優しさは身を滅ぼすぞ。優しさは強みです、武士にとっても。誰の教えだ、孫子か。叔父上です。慈悲の心は仇にあらずと示して。敵襲。住処もあと一つ。来い。巴はいかにして弟子に。父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとはしたぞ。だが次から次へと的に矢を当てようって。まったく度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不格好、あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらわぬ。度胸だけは。天賦の才か。ふぬけばかりか。ほらっちんあっとんな。
石川はいるか？己、何をだ？ああ、ことづてがある。申せ。石川、日吉の民は全て命を乞うことになる。長尾博則に撃たれた者のこと。黙れ。長尾博則、俗に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか？いや、全て巴のデタラメだ。全てではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。よし、影。お前は名馬や。酒井。手遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう？あれはわしの故郷。滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに。軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ余人を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか？その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き矢を置き。酒井、聞こえたか？一夜一殺。Oh!
手を放ってきよったか。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。行くぞ。わしが死んだらお主が巴を殺してくれ。心得ました。お主まで死ねばわしの技はついえてしまう。先生の技は私が守ります。巴はどこを狙う。村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして。難しいであろうな。お主ら、ここへ。いかがなさいました。猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。ここは見晴らしが良い。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば。地の利をどう生かす。何もないか。ありものを使うまで。草むらに猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。樽で痛手を与えられるやも。蜂の巣か。足止めになるな。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。ならば下がっていてください。備えろ。猛虎が来るぞ。奴らです。よし、わしの弓術を解くと見るがいい。降りてくるぞ。殺せ。一夜一殺で参る。街道から来るぞ。お任せを。
とまずは。来よったな。あれが巴？あやつめ長尾の旗を捕らえましょう。今からでは間に合わぬわ。腰抜けめ。いや、バカにしておるのだ。巴の前の弟子が長尾博則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？かつてのわしは若く傲慢で無情だった。博則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしよった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。死としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ下ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか？わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたがな。博則の罪も償えず、巴の心も変えられず。しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。金田の木に来てくだされ。ああ無論だ。だが巴の後も追う。必ず捕らえねば。承知しました。